異世界ものっていうと普通はこんな感じとかこんな感じで、優しい女神様から勇者の力を与えられて、異世界の住人に愛されながら可愛いヒロインと楽しい冒険をする、そんな風に思っていたこともありました。これが僕の場合のヒロイン、これが僕の場合の冒険、挙句の果てにはこんな目に。異世界に来て分かったこと、それは異世界で僕はとことん不運です。三角誠、心の川柳。